お元気ですか？谷村新司です。四季に恵まれた日本に暮らしていると、季節ごとに食べたくなるものってありますよね。そう、旬を楽しむっていうことです。ふと考えると、一年中暑い国、寒い国には旬を楽しむってことがないんですよね。これだけを考えても、我々はとっても幸せなんだなと思います。さあ、今日もゆったりとラジテレ一緒に始めてまいりましょう。さあ、今日のテーマはソウルフードです。ソウルフード、もう心の中にある自分の原点のような食べ物っていうか、おそらく一人一人の中にある特別な食べ物があると思うんです。それがソウルフード。松子の食べ物って何だろう。最後に一食だけ食べれるとしたら、あなたは何を食べたいですか。かつてラジオでそんな話をした時に、たくさんの反応をいただきました。ある人はおふくろの味、ある人は、真っ白の握り飯、お味噌汁、割とね、みんなシンプルで思い出深いものが多くて、納得してしまいました。そうそう、そのお便りの中に一通だけ、最後に食べる一食はバイキングっていうのがありましたね。気持ちはわかる。はい、もうあれもこれも食べたいっていうのはもうすごくよくわかりますけど、自分にとってのソウルフードって何だろう。こう聞かれたら、あなたは何が出てきますか。僕はね、子供の頃から今になっても変わらずに好きであり続けているもの、そしてたまに無性に食べたくなるもの、美味しいっていう感覚を初めて与えてくれたもの、これをこう辿っていくと、やっぱりきつねうどんかなと思います。まあ関西生まれで関西育ちの自分にとってはもうきつねうどんというのが、これはもうソウルフードだと改めて思いますね。自分の舌がうまいと感じるベースっていうのは、実は出汁の味なんじゃないかと思います。